港内配線図書、谷信号場は、兵庫県三方郡上町霞区藍谷に,に存在した、西日本旅客鉄道山陰本線の信号場である。竹野駅より 4.0km、ル、須ツ駅から 3.24km にある信号場で、上下列車の交換が可能であった。北側の線路は、双方向に出発信号機を備えた一線、スルー構造である。南側の線路は、 下り列車専用で、助ケ方向から2番線への入線と、2番線から竹の方向への発車はできなかった。ただし、信号機配置上は1番線が上り本線、2番線が下り本線となっており、1番線が上下本線というわけではない。かつては、下りの通過列車は2番線を使用していた。2010年3月時点では、2番線の場内、 出発信号機の使用は停止されていた。校内全体は緩くカーブしておりスケッツ型の分岐部にはロックシェルターがあり、校内は兵庫県道11号上久美浜線の小さなトンネルと隣接している。信号場の北側は山林で南側を兵庫県道11号上久美浜線が並行して通っている。信号場から東に 約500メートルほどに間にの集落がある。竹野駅より、豊岡市、コミュニティバス、助津駅より、上町町民バスの路線バスが利用可能だが、バス停は間に地区から少し離れている。ありがとうございます。